茶番やめてください。で何が言いたいんだから。いや、しょうもない茶番見たくないんで。じゃあ出ろよ。帰れ。いや、帰んないです。いる気にあるんで。出てけってこっちが言ってんだ。俺は主催なんだ。俺ら嫌です。じゃあ俺が出してやるから。お前芸能版タイガーファンディングではどうぞ。失礼します。今宵も芸能界に君臨する目利きの虎たちが志願者の可能性に目を光らせる。順番に自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。お久しぶりの進藤桃ちゃんですね。お久しぶりです、はい、復活いたしました、以前受験生版の司会をやっていました進藤桃と申します、現在はイエローキャブ秋葉原で、スタジオのプロデューサーとして、こちらに今は座らせていただいております。今年の春に、秋葉原になんとフォトスタジオをオープンすることになりました。はい、今日はそこのモデルさんを採用しに来ました。よろしくお願いいたします。はい、橋さんお願いします。映画監督の橋哲也と申します。芸能界の闇とかに切り込んだ、問題作的な映画をよく作っております。よろしくお願いします。橋さん、本当に申し訳ございません。斉藤さんお願いします。株式会社リンクアップという、映像音楽で、あと広告、イベント制作とかもやってる会社の代表をさせてもらっております。そのリンクアップの中にリンクエンターテインメントというプロダクションもあって、そちらの方もやらせてもらっております。よろしくお願いします。はい、斉藤さんも本当に申し訳ございません。いえいえ。大谷さんお願いします。はい、LD&K の大谷と申します。一応基本的には音楽事務所なんですけども、一応うちの妻もタレントだったりとか、最近呪物展とかのホラーの方の怖い話する売れてる人たちがいるんですけど、はあ、その人たちもやっぱり事務所がなくて面で見てくださいって言ってエージェントを契約したりとかそういうことはあるのでタレントさんもいろいろ種類がいます。でもこんなお化けはね。でもなんか今日はやる気を感じますよ。もう赤い彗星って感じでね。でも一応言っておきます。大谷さん毎度毎度申し訳ございません。はい山本。はい、イエローキャブの山本です。イエローキャブは今、全国に16支店があって、フランチャイズ展開をしています。で、それは、芸能全く関係ない一般の企業の方にもご協力いただきながらやってますので、もしご興味ある企業様、個人の方いらっしゃったら、イエローキャブにお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。はい。という5人の方ですので、よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。ですね、まず僕の方から、はい、紹介をしなきゃいけないんですけれども、はい、本田祐介。はい。受験生版タイガーファンディングに去年の秋に出てきまして、はい、予期せず大バズり大炎上を起こしまして、はい、受験生版タイガーファンディングのチャンネル登録者数が彼だけで15万人ぐらい増えて調子に乗って今度はこの調子に乗ってっていうのは彼がじゃなくてですね、茂木さんがですねリベンジ版タイガーファンディングっていうのを主催やってるんですけども、はいはい、彼にオファーをかけたんですね。でリベンジ版に出て今度は僕じゃなく林さんと喧嘩になってですね。林さんが唯一の味方だったはずなのに、うん、その林さんに喧嘩を売り、うん、で結果あそこである程度の形になってオールになれば本家にもう一回再チャレンジできるっていう、うん、今状態にあるんですけども、はい、条件がついて、うん、その条件が林さんと仲直りすることっていう条件なんです。で今のところまだ仲直りができていません。できてないんですね。はい。という形でまさか芸能版に出てくるとは思ってなかったんですが、はあ、彼は今、SNS 界隈でかなりいろいろなところに呼ばれて動画に出たりしてるんですね。でそうした中でちょっと個人で受けることに限界を感じてると。でどこかのプロダクションにお世話になってっていうことなんだよな、簡単に言えば。はい。はい、全部もう言ってて。はい。で、今日もこの風貌は何ぞやみたいな感じなんだけど。いや、めちゃめちゃやる気感じてますよ。はい、イメチェンしたんだよね。そうですね。やっぱり、多分写真にある通り、うん、岩井さんと僕の、喧嘩してる。うん、黒いスーツで、うん、っていうイメージがあると思うんですけど、それだけじゃダメだと。変化が大事だと思うんですけど、変化。いや、めちゃめちゃ。いやいや、常にやっぱり変化し続けること大事かなと思って、これできました。これを今日のためにはい。やる気感じますね、すごい。これ、どこで買ったの？本当ですか？これは、すごいじゃないですか。世界のアマゾン。世界のアマゾン。世界のアマゾン。はい。今度は赤で攻めようと。そうですね。サングラスは何これ？サングラスはもう、まあ、なくてもいいと思うんですけど。度は入ってないね。度は入ってないです。まあ、赤で。これいつ行った？今日染めました。あ、今日染めた？今日、このために。すごいでしょ。昨日まで金だったんですよね。今日の朝まで金だったんですよ。で、赤と金っておかしいなっていうのを気づいて、で、今日赤に染めました。赤と金でもいいんだけど、縁起はいいんだけど。さあ、本田君。じゃあ、とりあえず簡単にまず自己紹介してください。まあ、高校卒業して、浪人して、医学部医学科目指してて、行けなくて、立命館大学の方に行って、立命館大学院行って、中退して個人で、仕事をしていこうということで、ツイッターとか始めたんですけど、オフラインでも、そういう仕事をしようと思ってホストを始めて、で、そのホストと SNS っていう活動をしてて、で、受験生版タイガーファンティングの出て、他にも、令和トラ以外にも、なんかもう、何ですか、コラボとかしたりして、今活躍してるんですけど、活躍というか、活動頑張ってるんですけど、個の力って、個人の力って大事だと思うんですけど、個人の力をもっとより伸ばすために、やっぱ事務所とか、人の助けとかいると思って、今回ここに来ました。事務所というよりは、これから君が目指すものをちょっと、まず聞こうか。どんな方向性なんですか？まずは、ヒカキンさん超えたいです。世界を見たいですね。世界一有名なインフルエンサーになりたいですね。ヒカキンさんはチャンネル登録1000万人超えてますよ。でもやっぱ世界を見ると1億とかいるんですよね。君の YouTube 今何人いる？ 6,000 人です。6,000 人から。で、ヒカキンを超え世界を目指す。いやいや、岩井さんでもすごく今日やる気感じるじゃないですか。いや、感じますね。くっそ寒いのに、裸足にサンダル。しかもこれ、エビですよ、エビ。やっぱり、やばい。はだけすぎだし。お前これ、ちょっと、エビ？いや、なんか、ドンキョーで今日行ったんですよ。今日行ったんですよ、今日の朝。SNS でバズり中とか、SNS 映えするっていう。岩井さんあんまりやると案件になっちゃうからね。映えするらしいんですよ、これが。じゃあ、とりあえず SNS 界隈で有名になりたい。そうですね。ということで今日何をやっていただけるかですよ。そうですよね。大体事前に何やるのって聞くんですけど、内緒ですっていう。偉そう。偉そう。さあ、ここまで来たら言ってもらえ。何やるんですか、今日。侵略を。どうぞ。あ、俺がいるの？僕が。うん。なんやねん。大好きじゃん。切れて。仲いいですよ。歯になんかついてるで。歯磨きしました。歯磨きしました。じゃあ、歯になんかついてる。マジで歯になんかついてる。お前、これピーナッツの皮だろ、これ。歯磨きしました。しました。歯磨きって聞かれると思ったんで、歯磨き買ってしてきました。これ何、恋人同士なのこれ。何やの仲良しじゃん。怒って、叩いてほしいんです。だからまあ、演技でいいですけど、演技でもいいんで。わかったわかった。はい。はい。はい。てめえ、ボケしょう、これもなくいろんなとこ現れやがってよ、ほら。大概にせよ、ほら。ほら。痛くない。安心してください。入ってますよ。プロテクター、入ってますよ。芸能版に参戦、キングホンダ。驚愕のイメージチェンジ、虎たちの心をつかむ新ギャグ、その一撃はタイガーファンティングの場をどう動かす。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。披露するのは以上でしょうか？以上です。まあ何も期待してなかったですけど、全てが茶番なんです。じゃあ聞くことないと思いますけど、無理くりでもなんかご質問を。さっきの「安心してます履いてください」ってあれはフレーズとしては大丈夫なんですか？著作権は大丈夫だと思います。聞いたことあるような。著作権大丈夫だと思うんですけど、どうですか？いや、著作権大丈夫だって言い切ってダメだってやついたね、前。そうそう。でも著作権フリーじゃないですけど、著作権ないと思うんですよ。まあないよね、あの言葉にはね。ないんで大丈夫だと思います。事務所にどっかに協力してもらいたいってことですよね。そうですね。っていうので来たんですけど、それ以外でも例えばこうより祐介本田をこういい方向に持っていっていただけるっていう。じゃあもちろんその事務所としてキャラ設定ももう一回やってもらいたいし、かつ自分が今忙しいからそのスケジュール管理だったりとかっていうマネジメントの部分もやってもらいたいってことですか？まあそうですね、まあ、そこはその話し合いでっていう感じなんですけど、絶対事務所の言うことは聞かなそうだなと思ってまあいうことでマネジメントがもう自分でもうできないってことですよね。キャパシティ的に目いっぱいになっちゃう、マネジメントっていうかそのスケジュール管理とかはしてるんですけど、例えばそのより例えば NHK とか出たいですよね。NHK とか出るその人脈とかそのつながりをその事務所のパワーとかで、うん、でそういうのを考えてます。まあなくはないと思うんですけど僕が知ってる祐介本田じゃないんですよね今日は。全然、はい、もう見た目からして全部ちゃんとしてますよね今のところ。何やりたいとかあるんですか？最終的には圭介本田さんを超えたいですよね。圭介本田さんっていうかそのなんていうんですか、こうどういうジャンルで、はい、どういう見られ方とかどういうことをしたいとかっていうのは自分の中であったりはするんですか？ NHK はやっぱりプロフェッショナル仕事の流儀出たいですね。出たいですね。何のプロフェッショナル？何のプロフェッショナルなんですか？いやそれ分かんないですけど。っていう感じじゃないですか。はい、ってなると例えばそのビジネス的にじゃあしっかりやりましょうってなった時に、はい、チームプレーってできますか？やりますとしか言わないですけど。はい。なるほど。としか言いようがないんですけど。まあ僕が見る限り、なんかこう人の力借りずに俺は俺だから自分だけでやってやるみたいな風に見えてるわけですよ今のところ。まあそうですね。その自分がなんか半分なんか謙虚になったのかどうなのか、事務所の力借りてって言ってる時点で、どうしたんだ祐介本田って俺は思ってるんだけど、心から人の力も借りながら自分の力をもっと世間に広めていきたいっていうふうに思ってるの？もちろんです。僕、君ともう何度か会ってるんだけど、はい、僕の中での君は、はい、普段は、はい、めちゃめちゃ温和で、いいやつで、はい、優しいし、はい、下手したら気弱いんちゃうかって思うぐらいのところがあるんだけど、はい、沸点が、はい、人とは全く違って、はい、こいつこんなことで怒るんだっていう。シーンを今まで何度か見てきたのね、はい、これって自分の中で自覚ある？岩井さんとの件で、うん、そのまあキレキャラになったっていうふうに自分で思ってるんですけど、うんうん、なんでキレた方がいいなっていう空気を読んでキレるっていうのをしてますね。じゃあどっこいさんとの動画の中でも自分が結構キレてるのは演技なんだ、はい、どっこいさんの動画は切れてる部分を切り取られて悪いように僕を使われて。でも切り取られてる時は切り取り動画だけじゃなくて本編見ててもお前切れとるやん。まあそうですね。あれがね、はい、もしこれから一緒に仕事するにあたっても、はい、何かね打ち合わせしてる時に急に「いやそれこの顔なんだこいつこういう顔なんだよ」それやった時点で関係性終わっちゃうよな。はい、でもそうですね。うん、なので、どっこい翔平チャンネルだけちょっと、そういう切り取られ方を、うん、でも多分世間は、君がこうなってるのを求めてるよね。まあそうですね。今のところ。そうですね。だからキャラ変していきたいな、これからは。どうなんですかね。やっぱキレキャラもしつつ、うん、プラス、うん、こういうこともするのみたいな。さっき何がしたいのって言ってたじゃないですか。例えば映画に出たいとか、じゃなくて、何でもしたい。なんかドン・キホーテになりたいっていうのはありますね。まあ求められたものを全てこなせるようなっていうことですよね。はいね、はい、ただそのこなす時に、はい、当てずっぽにこう来たものを適当にこなしていると仕事にならないじゃないですか。そうですね。そうですね。はい、だから結局そのやっぱり方針を決めて戦略決めてっていうことは裏ではやっていかなきゃいけないんですよ。はい、でもその方針決めて戦略決めてってやればやるほど魅力は減りそうな気がするんですよ。そう。いやだから本当に俺思うんだけど、本田圭佑君は、はい、うちってほなずっともう30年ぐらい音楽事務所やってて、はい、バンドが多いんですよ。はい、でロックバンドの人間とか、はい、もともとシンガーとかもそうですけど社会性なんかないんですよ。で僕は丸くなっちゃダメだと思ってるし、はい、やっぱり怒るのも全然いいと思ってるし、はい、それがアーティストだから。僕はそういう人間いっぱい抱えてきてて、はい、本当に話にならない打ち合わせもできないようなアーティストをやっぱりマネジメントしてきたんで、はい、僕は割と好きですよ。好きって言われてるぞありがとうございます。だって本当にだってロックバンドなんて社会が嫌いだし、はい、組織嫌いだし、はい、システムが嫌いなわけですよ、はい、そんな人をマネジメントしてるわけですよずっと、うん、全然いますよ、うん、こんなばっかりですよ、うん、俺ロックだからみたいな、あ何みたいなのばっかりですよ。でも今のところそういう感じが全く見えないですけど、僕だからなんかそうだから違うなと思って、今日はなんか悪くなっちゃってる。なんかだんだん僕が面白かった時のを見ててなっちゃってる。逆に言えば素が出ちゃってきてんじゃないですか。飽きられてる。僕はそのあまりバックボーンを知らないんで、はい、そのまあなんとなく有名なんだなっていうのは把握してるんですけど、もうねうちの山本は勉強不足なんです実は本当に。チーターは見とけよって話で。いや知ってましたけど、でも要は切れたからバズった。まあある種流行語大賞を取ってもおかしくないような言葉を吐いたんですよ彼が。うん、若者いじめて楽しいかって。これ今全国の小中学校で流行りに流行ってて小学生が先生に怒られると先生に向かって「若者いじめて楽しいか!」って言うから小学校の先生がめっちゃ困ってるんですよ。困ってるんですか。はい。さあここまで呆れ返って見てる橋さんなんかありますか。そうですね。まあでもキャラは面白いんで、はい、全然。映画とか出したらいいと思います。確かにね。僕からしてみると本当アーティストですよ。演技もできる、アドリブもできる。ただ意外と今日本当に普通に話できちゃってるから、はい、あれと思っちゃってるんですよ。ああ、逆に丸くなって面白くなくなってる。もっと面白くないっていうか、もっとアーティスト前としてるのかなと思って。もっと本田祐介バリバリ出してくるのかなと思ったら。ももちゃんの動画見た？見ましたもちろん。はい、一番最初に出られた時に確か100万円投資だったじゃないですか。うん、光のスタジオキャムエグゼクティブプロデューサー神童桃。元田州から帰国しエリート街道を歩んだこの女、突如芸能界にスカウトされイエローキャブへと参画。モデル司会業を務める水面下秋葉原にフォトスタジオを経営。その行動力まさに神出鬼没、予測不能。若者に寄り添う応援団の思いを胸に個性と魅力が光る瞬間を捉える。一番最初に出られた時に確か100万円投資だったじゃないですか。多分ねここにいたら全員今頃後悔してます。誰も出さなかったから。今出ていただいたらすごいことになってるんだろうなっていう。ありがとうございます。多分そういうはい、はい、すごいなんか爆発力がある方なので、なんかなんだろうねこう名言集みたいなのを出すとかね、そういうのがなんか面白かったりするのかなとは思うんですけど。僕も客観的に彼を見ていて、まあこう言ったらなんですけど、ワンチャンというかね、彼をプロデュースする人間がそばにいると。しばらく続くかもわかんないな。で、僕は何かあるかなっていうのは、実はキレキャラだけを彼がやってるんではなくて、彼の持ってる本質の部分をずっといろんな動画を見てる中で、なんかこいつやっぱおもろいなっていうのがあるので、その何かが何だっていうのはまだ見えてないんだけど。まあ、ずれたままのエネルギーが強いんですよね。そうですね。そうなんですよ。それがいいんですよ。はい、おっしゃる通りですね。はい。で、若者いじめて楽しいかのキーワードはまだホットなんですね。SNS の中でも。それもっとじゃあパンパン対応した方がいいんじゃないですか。でもやっぱりこう同じことを繰り返すだけじゃなくて、やっぱり変化いろいろしていかないといけないんで、これでちょっとどっこいさんみたいな感じで来られましたけど、ね、まあ、どっこいさんがすごい好きだから赤にしたんだろ。いや好きというか好きというか、やっぱりどっこいさんのものは僕のもの。うん、僕のものは僕のものっていう。で、ゆうすけさんだぞーっていう。胸がはだけてるのもどっこいさん意識して決まってんじゃん、これ。ゆうすけさんだぞー。見た瞬間思いました。結構。いい人じゃん。うん。いい人。多分、根本はいいやつなんですよ。そう。はい。僕だから岩井さん、これすごい昔の、山本太郎君に通じるものがあると思ってて。ああ、なんかね、エネルギーがとにかく突っ走っちゃう感じ。自分がいいと思ったことに対して突っ走る感じみたいな。ずれたままでも、走っちゃう感じみたいなのは、すごく感じるんですよね。なんか、神回じゃないですか。好感度が爆上がりの予感が。と思うじゃん。これで誰も札を開けない伏線なんだこれは。その辺読めないかお前。そういうなんかこうわーみたいな。あ、なるほど。なんかすごいでも可愛いですよね。なんか可愛いの分かります。すごい。はい。という本田裕介でした。はい。はい。ありがとうございました。失礼します。失礼します。はい、お座りください。はい。じゃあ田村君。はい。まずは簡単に自己紹介を。自己紹介。はい、私はですね、田村俊介と言います。自己紹介。自己紹介は21歳で、京都府に住んでます。同志社大学に通ってます。3回生です。うん、あとはロックスターです。それぐらいです。はい。大谷さん、こういうのがいいですか。こっちの方がやっぱり尖ってるでしょ。尖ってる。だからバンドマンっていうのはこういうもんなんですよ。だから。俺なんかもう気分が悪くても首根っこ引きつかまえて外にほっぽり出そうぐらいの感覚に一緒にしてなってるんですよね。可愛い後輩じゃないですか、大学の。ポケットでつかむのやめろ。すみません。いや、なんか一応この番組っていうのはこういう僕を撮ってくださいっていう世界にあるので、その時の態度として最初からポケット手に突っ込んでこんなんしてなんか。こんなしてやってることっていうのはやっぱ昭和のクソじじいはですね、なんだこいつとしか思いようがなくて、文章の中にも書いてあるのは偉そうに志願者を下に見ているうさんくさい虎たちをぶっ潰したいとかって書いてあるので、まあでもこれでめっちゃ歌がうまいとかだったらかっこいいですけど、これで歌下手だったらマジダサいですよね。歌うまいです。大丈夫です。今日は当然シンガーを目指してるわけだから歌を歌ってくれる。もちろんです。はい。じゃあやりましょう。はい、お願いします。はい、キング本田の挑戦に盛り上がりを見せるタイガーファンディング、受験生版での衝撃の参戦から進化を遂げ、信念を胸に志願者の椅子に座る。続く後半戦、波乱の幕開け。しょうもないっす。茶番やめてください。だ、時間ないんだからちょっと黙っててよ。自分の番じゃないから。お前の番じゃないから。てめえが茶番だと思ったって